じゃあ、掃除でもしましょう。角野はこういう条件で大助の書生になったのである。大助はやがて食事を済ましてタバコをふかし出した。今まで茶だんすの陰にぽつねんと膝を抱えて柱に寄りかかっていた角野は、もういい時分だと思って、また主人に質問をかけた。先生、今朝は心臓の具合はどうですか？この間から大助の癖を知っているので、幾分か茶化した調子である。今日はまだ大丈夫だ。なんだか明日にも怪しくなりそうですな。どうも先生見たように体を気にしちゃう。しまいには本当の病気にとっつかれるかもしれませんよ。もう病気ですよ。角野はただ、へえと言ったきり、大助の艶の良い顔色や肉の豊かな肩のあたりを